こんにちは、トリタイムです。今日はこの WAC の新しく発売された 2way ホールディングコットの方を紹介していきたいと思います。それでは皆さん開封していきます。はい、開封してみました。この WAC というメーカーなんですけども、2017年に大阪で新しく立ち上げられたアウトドアメーカーになります。一番有名なのは充電式の LED ランタンなどが有名だと思います。とてもコスパも良くておしゃれな商品が揃っていると思います。じゃあこの袋の方を見ていきたいと思います。まずこの収納袋なんですけども、商品と同じタンカラー、今でいうサンドカラーですね。とても愛着の持てる色だと思います。またこの袋にはこの肩掛けベルトがついていて、とても持ちやすくなってます。サイズの方を見ていきたいと思います。まず重さなんですけども 3.2 キロと、程よい重さで、携帯性もバッチリだと思います。で、収納袋の大きさなんですけども、まず長さが63センチ、横が20センチ、高さも20センチになっております。じゃあ商品の方開けてみたいと思います。まず袋の方を開けますと、このように商品の説明書が入っております。そしてベッドシートですね。タンカラーでとても素敵な色になっております。続きましてサイドフレームですね。一個一個ナイロンで包装されてます。次はレッグフレームですね。これが3本あります。最後にレッグポールの方が入ってます。これだけ専用の袋に入ってますね。ハイコットにする場合の足になります。商品の内容物はここに置いてあるものが全てになります。じゃあそれでは組み立てていきたいと思います。まずこのシートなんですけども、 300D ナイロンという素材が使用されており、とても丈夫な作りになっています。続きましてポールの方を組み立てていきます。今度はこのポールなんですけども、 A7075 超超ジュラルミンという素材が使われており、これもシート同様とても丈夫な素材になっています。それではシートの方に入れていきたいと思います。このシートなんですけども、フレームを入れるところの入り口のところに紐がついていて、左右どちらからも入れる形になっています。で、袋状になっていて抜けにくくなっていますね。じゃあフレームの方入れていきます。途中切れ込みが3箇所あるんですけども、これはコットの足を入れるところです。ヘリノックスコット版シリーズと同様の作りになっています。最後はこの袋状のところの紐を引っ張って奥に入れたら片側は完成です。反対側もやってみましょう。はい、両方入りました。これでシートとフレームの方は完成です。じゃあ次はこのレッグフレームの方を組み立てていきます。皆さん見えますか？ここのマジックテープがあるんですけども、これ結構の特徴だと思うんですよ。これヘリノックスだとか他のコットではなかなか見ないんですけども、どうしても足ってここの部分がブラブラしてしまうんですよね。独自に輪ゴムなんかで留めておられる方もおられますけども、
このマジックテープが純正であるっていうのはとてもありがたいですね。それでは外して組み立てていきます。大きな作りはヘリノックスと一緒ですね。このように W の形になったらとりあえず1本目は完成です。同じように3つ組み立てていきたいと思います。このように3つ完成しましたね。じゃあこれを先ほど作ったシートとフレームにくっつけていきたいと思います。このレッグフレームのこの C の部分ですね、ここが連結させるんですけども、ここに小さな溝が切ってあると思います。見えますか皆さん。この溝を中央にもこのサイドフレームのところに溝といいますかね、突起物があるんですけど、これに合わせて連結していきたいと思います。まずは下の方からですね。ちなみにこの金属の方が上にしてやってみてください。このように連結しましたら、ここ押さえます。少し硬いんですけども、女性でもできると思います。これで1箇所は完成です。ちなみに真ん中から作った方がサイドが張りますのでやりやすいと思います。それでは左右どちら側でもいいんで、あと残りの2つをはめていきたいと思います。これで見えますかね、3箇所はめ終わりました。こんな感じですね。見た感じの作りはヘリノックスとほぼ同様ですね。それでは細かいところを見ていきたいと思います。このコットの大きさなんですけども、長さが190センチ、横幅が67センチ、高さがローの場合だと17センチ、ハイの場合だと37センチになってます。それでは近くで見てみたいと思います。全体的の作りはヘリノックスと大きな違いはないですね。少し表面によれて芝が寄っているところがあります。細かな作りは糸の縫い合わせのところが少しよれてたり、縫い目が粗いところがありますね。この辺を見ますとやはりヘリノックスの方が優れています。しかし全体の作りを見ましても特段に粗いということはないですね。十分許容範囲だと思われます。寝てみて思うんですけども、僕の身長が173センチ、体重が70キロぐらいなんですけども、このコットの大きさが190センチあるんですけども、狭いということは全くないですね。十分寝心地もいいです。で、このコットが耐荷重が150キロあるんで、大人から子供まで、また体重の重い方でも十分安心して寝られると思います。シートの寝心地なんですけども、少し沈み込みがありますけども、そこまで深いかもないですね。生地自体は少し柔らかめです。ヘリノックスの方が寝心地はいいかもしれません。でも全体的には不快に感じることはなく十分寝られますね。それでは今までのコットはローコットのバージョンだったんですけども、次はハイコットバージョンにしてみたいと思います。この先ほどのコットのところにこの延長用のレッグポールの方を連結していきたいと思います。全部で12本ありますので、それを順番につけていきたいと思います。このレッグポールの方はどれも一緒ですね。どこに刺してもいいと思います。
少し力がありますけども、まっすぐ入れ込めば簡単に装着できますね。はい、これで12本つけ終わりました。これでローの時より20センチほど高さが上がっております。それでは座ってみましょうか。高さが20センチ上がるだけでとても座りやすくなっております。最近ロースタイルが流行ってますけども、腰などの負担に対してはこのハイコットの方がやっぱり使いやすいですね。コットというとやっぱりベッドのイメージがありますけども、ちょっとした椅子にも使えます。とても座り心地もいいですね。それでは改めて僕のおすすめポイントなんですけども、まずこの収納袋ですね、少しゆとりを持って作ってありますので出し入れがとてもしやすいですね。中に空きがあるので枕なんかも入れたらちょうどいいかもしれないです。すぐ寝れてやっぱり頭の負担もなくて使いやすいと思います。続いてはやはりこのカラーですね、タンカラー、サンドカラーでとてもおしゃれだと思います。あと3つ目が商品の名前にもなっているツーウェイ仕様ですね。ローとハイ2つ使い分けたらとてもいろんな場面で使いやすいと思います。そして最後になりましたけども、やはり価格ですね。ヘリノックスコットワンコンバージブルだと足付きで約5万するんですけども、このワックのコットは約1万6千円なんですよね。3分の1という価格差はとても魅力的だと思います。この辺が僕のおすすめポイントだと思います。じゃあ今日紹介した商品の方はワックツーウェイホールディングコットになります。じゃあ皆さん、もしよろしかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。